ルート66。永遠と続きます。もうマジで。Santa Monica. Oh my! And we are going to New York. Oh, where? Oh. Yeah, and they running all the day. How many? 64. 64. Yeah, yeah. Oh, thank you so much. Yeah, yeah. It's because I think we will not find much time around here. Let's have a really good trip. Thank you so much. Bye. You too. Thank you so much. Bye. You too. Nice to meet you. Nice. Bye. Thank you. やったー。スイカもらっちゃったよー。うまパンクして
これ完全に終わったわって思った時に、あのなんと橋を見つけて、とりあえず光を確保して、パンク処理をしてたら、たまたま通りかかってくれたおじちゃんが、バナナで水をくれました。マジで助かった。とりあえずこれでパンク直して、水も食べ物も確保できたから、とりあえず次の町までは行けそうです。ふう、おじちゃん、おっちゃん、マジでありがとう。めっちゃきつい。あ、長い。もう少しで山頂です。山頂だといいんだけど。何が見える？コロラド川にやってまいりました。やべー、これはやるしかねえよな。入るしかないっしょ。じゃあ川がどんぐらい綺麗なのかお見せしましょう。行くぜ。日本でいう高速のパーキングエリア的なところに来ました。Have a good day. Yeah. Yeah. Good luck. いや、本当にスローパンクの連続っていうか、もうずっとスローパンクで、直しても直してもなんかちっちゃなワイヤー刺せたりとか、ほんときつかった。120キロ走ってきて一回も曲がってね。とりあえず次の町まで
あと60キロ頑張ります。もう一個山とかだったら俺さすがに心折れるぞ。三重の街、街だろ。やったー。 あとは下るぞー。きつかった。というわけで、なんとかホテルにたどり着くことができました。マジで今日はアメリカに来て一番今のところきつい日だった。いや本当にタイヤがバーストした後のワイヤー、ちっちゃなワイヤーがねすごい飛び散ってて本当にタイヤにぶっ刺さんのよ。それにマジで今日は悩まされました。で空気圧、携帯ポンプだから、適正のね空気圧まで入りにくくて、ちょっと柔らかいまま走ってるとマジでプス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 刺さってきて、もうそれの悪循環、もう正直もう叫んじゃったよね。うわーうわーって。いや今日はちょっと精神的にもで、今日本当に一本道でルート66のもう本当に一本道、今日は150キロ走ったけど本当に休憩とか入る以外曲がらなかったからね。マジで今日は精神的にも気力も体力もきつい一日でした。明日からどうなることやら、今日はゆっくり休みたいと思います。おやすみなさい。さあ今日はバスタイムだ。風呂だ。湯船を垂らしたい。ふぅ